キットゥーンズをチャンネル登録して楽しい冒険を始めよう。宇宙飛行士スペースベイビー、そしてついに超大きな隕石からファンタジーマウンテンを救ったのよ。わー、そういえば隕石ってどうやってできるか知ってる？ファンタジージャンパーのすっごい話は知ってるよ。ジャンプして星にタッチしたんだって。それよりさ、宇宙に星はいくつあると思う？ファンタジージャンパーがどうやって星にタッチしたか知ってる？高く高く飛んで、昨日ね、涙の惑星を見つけたんだよ。やめてワンディ、今は面白い話をし合ってるの。宇宙飛行士スペースベイビーがその惑星で迷子になっちゃってる。まだそこで泣いてる。それ本当の話？もちろん本当よ。まだ宇宙飛行中なの。宇宙へ行って涙の惑星から帰れなくなったの。なんで？それはスペースベイビーが帰り方を知らないからよ。嘘。じゃあスペースベイビーは一人ぼっちで惑星にいるの？そんな、かわいそうだわ。スペースベイビーのことが気になるわ。たった一人で迷子になってるんだよ。このまま放っておくわけにはいかない。私たちで何とかしよう。スペースベイビーを助けましょう。そうよ、宇宙へ行こう。もう待てないわ。涙の惑星、レッツゴー。イエーイ。大丈夫？その方法じゃ無理よ。宇宙はすごく寒いから羽が凍っちゃう。私のアイスクリームの雲ならジャンプしながらたどり着ける。何してるの？スペースベイビーを助けに宇宙に行こうとしてるの。何のベイビー？あ、そうだ、スペースベイビー。ファンタジージャンパーみたいに高く飛びましょう。宇宙へ行こう。ねえ、二人とも宇宙へ行くの？じゃあこのトランシーバーが役に立つよ。どうすればいい？スペースベイビーなんていないの。でも今本当のこと言ったらみんなに嫌われちゃう。注目してほしくて作り話をしたって。ワンディの話は嘘だって。トランシーバーのおかげで明らかになったわ。本当？ならその嘘に乗ってあげよう。ワンディにお仕置きをするってわけね。私はおやつを食べようかな。望遠鏡ってすっごく重い。次はあなたに任せる。何があったの？ワンディも見てみて。嘘、こんなことって。涙の惑星だわ。スペースベイビーがいるっていう惑星でしょ。何のこと？あ、そうだ、うん、スペースベイビーね。で、ジェナとジェシーが助けに行ったの。どうやって？ジャンプよ、これで繋がってるから平気。はい、二人とも大丈夫？それが帰れなくなったの。お願い、助けに来て。大変、どうしよう。二人がスペースベイビーを助けに行って帰れなくなっちゃった。でも大丈夫、私が助けに行く。ウィニー、ロケットで出発よ。ジェナとジャシーは私に任せて。ジェナ、ジャシー、どこにいるの？スペースベイビー、作り話だったはずなのに。スペースベイビー。ついにあなたを見つけたわ。え？なんでここに？どうやって来たの？騙された。スペースベイビーのことは嘘なんでしょ？そう言ってるのをトランシーバーで聞いたの。そうなの、みんなが面白がる話をしたかったから。みんなごめんなさい。だけど泣かないで。嘘は良くないけど、私たちを助けに一目散に来てくれた素敵な友達だわ。これで自慢できる話ができたわね。マジックティアー。すごい。
絶対にダメ。本当のことを話すのが勇敢なの。スペースベイビーは本当にいるの？お話はもう終わりなのにパンディは何にも分かってない谷の広場からお届けしています。今年もお楽しみの金のおしゃべりアワード、ファンタジーマウンテンとベイビーボトルダニが一緒になって開催します。さてベストダンサー賞に輝くのは誰だと思いますか？じゃあベスト魔法賞は？ベスト魔法賞はこのケーキよ。おお、本当魔法ね。だってケーキが消えちゃった。中でも笑い転げちゃったわ。ねえ、金のおしゃぶりアワードは今夜だよ。なのに笑ってばっかで準備が終わってない。急がないと。スースー、笑うのを我慢してちょうだい。みんなつられて笑って何もできなくなっちゃうわ。またあんな風になったらステージの準備が間に合わないよ。わかった、もう絶対に笑わない、約束する。みんないい？スースーを笑わせないで。わかった。さあ撮影しよう。さてインタビューを続けます。どうですか？面白いことは言えないわ。ダメよスポット、面白い尻尾の振り方しないで。心配ないよ、ケーキはもう一つある。うわダメ、このままだとまずいわ。口を塞いで。レナのお顔見てよ、おかしいもう俺が仕事ができない。え、どうしたの？ヘッドホンしてるから何が起きたかさっぱりだわ。ねえ、何してるのよ。準備が進まないわ。また私が笑ったせいだ。準備の邪魔しちゃったよ。さあ今度こそ食べられるかな。皆さんこんにちは。金のおしゃぶりアワードが始まりました。実はちょっと事情があってステージをきちんと立てる時間がありませんでした。でも受賞トロフィーさえあれば大丈夫でしょ。最初に発表する賞は一番愛らしいベイビーで賞です。栄えある賞に輝いたのはお願いベイビーです。さあ堂々と歩かなきゃね。うわ大変だわ、トロフィーまで食われちゃったうわ大変なことになっちゃった、みんな泣いてる。ここはスースーに笑ってもらうしかない。スースー出てきて。アワードには行きたくないよ。見てスースー笑ってちょうだい、みんなをハッピーにして。笑いたい気分じゃない、悲しいもん。いい考えがある。私はドリーミー、私が作れるのはアイスクリーム。あ？ララだよ。手品を見せます。え？見てパティだよ、特技はスケボーパティと同じドジね泣くよりも笑ってる方がいい。笑ってくれてありがとうワンディのおかげで笑えたよ。
伝説前編。そして彼は気づいたのです。そのひどい匂いの正体はなんと自分のおむつでした。ああ、おっと時を戻れ。自分のおむつでした。ああ、やるー、ナイスキャッチありがとう。じゃあ私の番、みんないい？今から私が紹介するのは、ベイビーが大っ嫌いな恐ろしい怪物、ナービーの伝説です。うわー、ナービー？金の角の魔法を使ってナービーは見たものすべてを金に変えてしまうの。じゃあこの金のおしゃぶりも見られたからこうやって金になったのね。そうよ。サーフボードも金色になるかな。これまでナービーには誰も近づいたことがないの。なんだ、だったら興味なし。あなたが行けば。私は新しい星座を探しに行く。その方がよっぽど安全だもん。写真撮っちゃおう。ちょっとフラッシュは切ってよ、眩しいでしょ。で、誰が道案内するの。できるのは他にいないでしょ。おしゃべりだからこんな目に遭うのよね。悪い怪物じゃないかもよ。金の魔法は本当かな。念のため目を合わせないでおくつもり。それシャックのサングラス。ちょっと借りたの。すぐそこだからついてきて。3時間も歩いたのに全然進んでない気がするんだけど。戻った方が良くない？金の石だわ。ということはつまり、あれ？ああ、ここがナービーの洞窟。もう見たからいいよね。怪物が起きる前に一回ろう。ナービー、あなたに会いに来たの。アイスクリームは好き？助けて、金にされた。ナービーは私たちを金にする気じゃなくて、金のアイスを食べて欲しかっただけなのかもね。きっとすごく美味しいよ。残念、私びっくりして落としちゃった写真は後にしてた。アギ、そんな場合じゃないの。洞窟に戻ってアイスクリームを。私は戻らないからね。ダギー、騒ぎすぎ。おー、ナービーはベイビーだ。仲間なんだ。一人ぼっちなのね。きっとナービーは私たちに嫌われたと思ってるんじゃない。悪いことしちゃったそんな時はこれしかない。時を戻れ。全然味がしないわ。ナービー、お友達になりましょう。怖がらないで。私たちと一緒に遊ばない。本当にごめん。この目で見ると何でも金に変わっちゃうの。ペットの奈良も金の像になっちゃった。助けなきゃ。心配しないでナービー、私も魔法の使い方を習うまで全部アイスクリームに変えちゃってた。ちょっと訓練すればいいだけよ。ほら、シャックのサングラスをかけてごらん。そしたら目を隠さなくていいから。私の爪も金になるところだった。すごくかっこいいよ、おしゃれ。いい感じ。訓練を始めよう。向こうにあるものを見て。いい？じゃあゆっくり外すよ。思ったより大変かもしれないわね。魔法をコントロールできるようになったかも。これはすごいよ。やった。全然味がしない。誰かを金に変えちゃわないか心配しないで、こうしてみんなと一緒に飲めるなんて最高だよ。仲良くなりたいって分かってた。お友達になってくれてありがとう。のおかげでこれから誰かを金にすることはなくなったけど、奈良はもう。私たちが助けるわ。果たしてベイビーズは奈良を元に戻せるでしょうか。次回も絶対見てね。Cry babies, cry babies, magic
しい友達のナービーを覚えてる？ティナがナービーのペットを元に戻す方法を見つけて、私たちは気球で虹の湖に向かったの。うわー！最高！ナービーの伝説後編。わー！みんな不時着するよ。の旅はおしまい。ワクワクしたわね。ワクワク？墜落しかけたのよ。めまいがする。でもどうにか着いた。湖はどこ？まだまだ歩かないと。虹の湖はあの山の向こう側よ。嘘でしょ？うん。 Water, that's where magical and you're so refreshing and so lovely. 聞いて、地図によると湖はもうすぐよ。あの洞窟の中を通ればね。真っ暗だわ。何にも見えないじゃない。ドリーミー、どうすればいい？いいこと思いついた。わー、すごい。行こう。リムについていけば迷子にならないはず。そうだね、賛成。出発よ。これが雪？綺麗だね。雪を見るのは生まれて初めて。何するの？キャー、雪玉合戦。えい、えい、当ててごらん。すごい。おう、覚悟しろ。遊んでる場合じゃないでしょ。この子を元の体に戻してあげたいんじゃないの？そうだった。かわいそうなナラ。ごめん、もうやらない。Water, that's where magical and pure, so refreshing and so lovely. Water, that's where magical and pure, so refreshing and so lovely. 湖はまだ？もう歌う元気もないわ。し、香水をつけたら？きっと気分が良くなるわよ。着いたの？ドキドキしてきた。すごい！虹の湖よ。儀式のやり方を覚えてる？みんなで歌って奈良を助けましょう。水に3度沈めるの。でもみんな気をつけてね。奈良は眠ってる状態かも。ん？どうしたの？奈良を助けるんでしょ？水に沈めるのは無理よ。だって凍ってるもの。凍ってる？そんな。やった、スケートやろう。レディー、気をつけて。うわ、どうやって滑るの？僕もやりたい。すごく難しい技よ。モダンダンスみたい。危ない、ナービー、氷が割れてる。まずい。動かないで。どうすればいいの？助けて。ここは氷が薄いの。このままじゃ冷たい水に落ちちゃうよ。そこから逃げて。あ、そっか、こうすればいいんだ。でも転んじゃうけどね。わーい。お、頑張ったね、ナービー。さあ、準備はいい？みんなで歌って奈良を元に戻すのよ。 The water will get its right time. Water, that's more magical and pure, so refreshing and so bubbly. Don't come wretched in the back. More energy. Water, that's more magical and pure, so refreshing and so bubbly. は冷たかったけど。ねえ、ナービー、あなたの魔法と私の才能ならきっと大成功できるよ。ミッシー、仕事の話は後にしてくれる？ナービーのために盛大な歓迎パーティーを開くから。ありがとう、みんな。ゴールデンマジックミラー。わー、すごい。いいの、パジャマだ。ナービーとナラはその後も友達とずっとこの谷で暮らしました。ナイスよ、すごい。味がしないわよ。でもベロが金になる。